はい、こちら江川漁港で、延べ竿で、青磯名誉さんに受け継いで、やってます。ちょっと5分間でどれぐらい成功取れるかチャレンジしてみます。まあ、当たりましたけど、バレました。さあ、5分間で一体何匹釣れるか。生後が、まあ、大体いてるところは、まとまった数がいてるので、手返しさえよくすれば、数は結構釣れます。子供さんでも簡単に釣れますので、面白いと思います。で、動く餌に反応するので、投入してからも、こういったふうにスーッと動かして誘いをかけます。で、餌やと思って近づいてきた時に、まあ、青磯目がついているので、ルアーとかよりはヒット率はかなり高いです。手強いですね。ちょっと餌を小さめに刺してやってみます。物目竿でするので非常に、簡単です。リールを巻く必要もございませんので、仕掛けが絡まったりとかいうのも、結構ないので、来ました。はい、まずは1匹目。はい、1匹目釣ったんですけど、餌まだついてますね。そのままいきます。入れた瞬間横走りしますね。こういった風に結構群れで、たくさんいてるので、釣るのは非常に簡単です。生後は口が大きいので、針もちょっと大きめを使う方が、かかりもいいと思います。はい、来ました。あ、外れちゃいました。今で約3分ですね。3分でまだ1匹。浮き下は約50センチぐらいなので、非常に浅い。上まで浮いてきています。あと30秒ぐらいしかないです。1匹釣れるか。結構当たりは頻繁にあるので、楽しいと思います。暇はしません。はい、来ました。はい、5分で約2匹釣れました。